あと皆さんこんにちは、業務スーパーのレビューが大変おろそかかついい加減になってる私でございます。今日はですね、ちょっとした時に食べれる、なおかつ長期保存が可能なスイーツということで、冷凍のたい焼きを紹介します。冷凍のこういった小麦粉製品ではですね、今川焼きがあるんですが、こちらがですね 450g、 今 1,2,3 4つありますけど、1個食べてます。ですから5個ですね、5個入って2キュッパ、ですから60円ですね、1つに対して。今川焼きがですね 90g で10個、468円ということで、単純に計算するとですね、こちらのたい焼きの方が 1.27 倍くらい、同じ重量で言うと価格は高いんですが、あちらの今川焼きの方はですね、個人的によく食べました、昔。今でも売ってるんだなっていう感じですね。ちょっとまあ値段なりというか、まあ、あんまりなんかもういいかなっていう気もあって、あとはですね、あちらはもう完全中国製造なんですけど、こちらは国内加工って書いてあるようにですね、もちろんその中身は中国製の、小豆使ってるんでしょうけど、あんあるいは小豆を使ってるんでしょうけど、国内で製造しているっていうことも勘案してですね、こちらを、おすすめしたいかなって、なおかつ買ってきました。原材料、皮、ミックス粉、小麦粉、コーンフラワー、かっこ国内製造、皮が国内製造っていうことなのかな、そういうことですね。ミックス粉、小麦粉、コーンフラワー、ブドウ糖、砂糖、植物油脂、大豆タンパク、全卵粉末、食塩が国内製造でやってますよということは、つまりで小倉あんが何も書いてないということは、これが中国産なんでしょうね。ベーキングパウダー、増粘剤、着色料、全卵粉末、全卵に粉末があるんですね。それ初めて知りました。そっちの方が安いんですかね。その保存はしやすいと思うんですけど、でも生卵も別に保存性悪いわけじゃないですからね。よっぽど安いのかっていうか、全卵粉末ってそれ国内で生卵使わないっていうことは外国製なんじゃないかなって勘ぐっちゃいますね。多分そうじゃないと普通の全卵生を使わない理由がないですもんね。というわけで、こちらチンしていきます。はい、じゃあいただいていきましょう。ふかふかですね。タピオカ粉末とかは入ってなかったんですけど、別に入ってる必要もないですし、いただきます。尻尾まであんが入ってます。もちもちしてます。見てもらえると分かると思うんですけど、もちもちしてて、この、皮の部分、非常に香りがしていい匂いがする。そうですね、焼けた香ばしい香りがします。皮の匂いと、あんと、あんはこしあんですね。あちゃ、つぶあんですね。私はもう完全につぶあん派です。ちなみにこのもちもち感はコーンフラワーの影響なんでしょうね。あと卵が入ってますからね。卵の影響なんでしょうね。ああそうか、卵もあるからこういう香りなんですね。美味しい。皮がですね、段違いでこっちの方が美味しいですね。香りもあるし、もちもちしてて美味しいんで、今川焼きの生地がどうだったかっていうのはあんま覚えてないんですけど、そんな言うほど美味しいもんじゃなかったんですよ。とりあえず生地みたいな。ですから個人的にはこっちのたい焼きをおすすめしますね。今川焼きと比べるならば美味しかったです。以上です。